ウィリアム・ベバリッジ・ウィリアム・ヘンリー・ベバリッジは、イギリスの経済学者、社会政策学者、政治家。1942年に発表された、社会保険と関連サービスと題された、報告書は、第二次世界大戦後のイギリスだけでなく、日本を含む、先進諸国の社会保障制度の構築に、多大な影響を与えた。国家公務員生活の後、 ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの学部長、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジの学寮長などを務めた。政府の委員会に多数関わり、ゆりかごから墓場までを目標とした、イギリスの社会保障や雇用施策の充実に貢献した。思想的、学問的には、フェビアン教会のウェイップ夫妻、経済学者、ジョン・メイナード・ケインズから多大な影響を受けた。 1942年11月、政府観光物として発刊された、報告書、社会保険及び関連サービスを、ベバリッジ報告と呼ぶ。社会保障の大前提として、完全雇用の維持、所得制限なしの児童手当、包括的な保険サービスの提供の3つを挙げ、社会保障制度の原則として、均一拠出、均一給付の原則を提示した。 1944年より、補欠選挙に出馬して自由党所属の庶民議員議員となり、議会の場においても、ベバリッジ報告に基づく社会改革の実施を主張した。第二次世界大戦後のアトリー労働党内閣において、この構想は実現へと向かい、包括的な保険サービスとして、NHS という患者負担無料、税方式の医療保障制度が生まれた。 失業者と企業の人員不足の間に、負の関係を示した理論。性、年齢、職業、学歴、熟練の度合い、地域、産業の違いにより労働者の適性が様々である、ことを重視した、ベバリッジ曲線を分析することで、給職、求人がマッチするための情報源となる。日本経済新聞社編、優しい経済学日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、 2001年215ページ。日本経済新聞社編。優しい経済学日本経済新聞社。日経ビジネス人。文庫。2001年216ページ。ありがとうございます。